はいどうも、今回はムカデ採集に来ました。今回はね、公園の近くの森に来てます。公園ではね、結構正月なんで、たこ揚げとかしてる子供がたくさんいます。で、その中僕はトビズムカデとか、僕大ゲジが欲しいんですよ。ゲジゲジなので、今日はムカデとゲジゲジを狙います。うん、結構ね良さそうなんですよね、この場所。よいしょ。なんかの幼虫いますね。はい、これは何の幼虫でしょうか。ちょっと僕には分かんないです。カブトムシではないですね。カナブンとかかな。でかい木が多いな。てか鹿の糞がある。よいしょ。なんかちっちゃいのがおったな今。これとか結構いそうですね。いたいたいた。ちっこいムカデやな。よいしょ。あとはゲジゲジってマジでいないですね。なんか自転車の残骸みたいなやつがある。はい、全然いないので奥の方行きます。うわ、やばいなこれ。めっちゃ気がある。もしここにいてもこれどかすのは無理やな、重すぎる。はい、ここなんか穴が開いてます。ここ多分気がありましたね。切られたか、それか倒れたか、どっちかですね。なんかないかな。ここもかな。はい、なんか良さそうなとこがあったんで裏返してみたら幼虫がいっぱい出てきました。これさっき見た幼虫と一緒かな。ほら、全然綺麗に映らん。いっぱいいるんすよ。あれ、これクワガタ。あ、これクワガタっぽい。はい、これクワガタですね。オス。これ何クワやろ。スジクワかな。多分スジクワですね。ってことはこの幼虫たちもクワガタの幼虫なんかな。あとこれ、これヤスデかな。なんか図鑑で見たことある。はい、5匹だけ幼虫持って帰ることにしました。うん、ちょっと何の幼虫かわからないんで飼育してみて何になるか確認します。いや、それにしてもこれクワガタなんなんやろ。スジクワ、あんま見たことないな。これネブとクワガタにも似てる気がする。はい、ムカデ探してたらゴキブリ取れました。結構でかいですね。こいつはね、家にいるトビズムカデの餌にします。はい、森の一番奥まで来ました。やっぱりね、トビズムカデ取るの難しいですね。こんだけ来てもまだ1匹しか取れてないです。まあ、1匹取れたんでいいんですけど、ちょっと厳しいですね。やっぱり冬場はなかなか取れないんですね。やっぱりね、ムカデ採集は夏場にやろうかな。ちょっとね、なかなか取れないです冬は。まあ、夏場とかね、樹液とか出てるとこでよく見るみたいです。まあ、僕もね、たまにクワガタとか取りに行った時に樹液でムカデがなんかゴキブリとかカマドウマとか食べてるとこ見たことあります。なので、次ムカデ採集する時はそういうとこ狙おうかな。夏かな、やっぱり。はい、というわけで今日はもう帰ります。で、もうすぐ
実家から自分の家に帰るんですけど、自分の家に帰ったら今家にいるトビズムカデの飼育環境を整えたいと思います。で、ムカデの飼育っていう動画をこれから作っていきたいと思います。はい、それでは今回の動画ご視聴ありがとうございました。